はい、竹人です。今日はいよいよ発売になった GoPro Hero 6について私の思うことをお話ししようと思います。はい、ということで次にですね、 GoPro Hero 6が発売になりました。先週の生放送でね、私 GoPro Hero 6が明日ぐらいに発表になりますって話をしたんですけど、発表になるだけでね、即日発売するとはちょっと思ってなくて、まさか次の日に発売すると思わなかったんで、ちょっと私びっくりしちゃったんだけど、まあ、とりあえずね、 GoPro Hero 6が発売になりましたという感じです。で、 GoPro Hero 5はね、結構私長く使ってて、もしよろしければね、カードクリックして私の GoPro Hero 5のレビューなんかも見ていただければなと思います。で、まあ、単純に言うとね、 GoPro Hero 5から6になって何が変わったかっていうと、どうやら手ブレ補正が強化された。それから、4K、まあ、もともとこの GoPro Hero 5も 4K 撮れるんだけど、 4K60 コマに対応するようになりましたという感じです。それ以外にも、ね、いくつかあるんだけど、まあ、私が気になったところはそれぐらいかなっていう感じですね。どうも手ブレ補正の効果がかなりすごいことになっているので、ちょっと興味があるっていうのが正直なところなんですけど、ただね、私は表題の通りなんだけどね、怒ってます、 GoPro Hero 6に。何が怒ってるかっていうと、これまで私散々動画の努力してるんで、まだ見てない方はぜひとも見ていただきたいんですけど、 GoPro Hero 5音がねすごい悪いんですよ。なのでわざわざね、こう外してくっつける、こういう外部マイクアダプターっていうのが出てるんですよ。 GoPro の純正のこれしか使えないんだけど、これを私くっつけて録画するときにこれで外部マイクを使ってさ、音取ってるんだけど、なんとこの外部マイクのアダプターをつけるとね、 GoPro Hero 5の最大の特徴であるワンボタンで録画、ワンボタンで停止っていうのをすると、外部マイク経由の音がね、録音されないっていうバグがあるんですよ、これ。で、このバグが修正されないまんまね、 GoPro Hero 6を発売するとは、これどういうことなんだと。で、 GoPro Hero 6が出たから、もしかするとサイトの方で新しくファーム出てんのかなと思って昨日調べてみたんだけど、出てないの、相変わらず。日本の総代理店のところは 2.0、 これもバグがあってダメだったやつで、それから GoPro の本家の方のホームページ見ても 2.4.1 だったかな、なんかちょっとすみません、細かいバージョン忘れちゃったんだけど、それも7月かなんかに出たやつから全くバージョンアップされてないので、相変わらずこのね、外マイクアダプターを使うと、こうワンボタンでプッシュして録画できるっていうことをすると、外マイクの音が入らないというバグが一切直ってない。で、ちょっといろんな方の私、レビューの動画見させていただいたんですよ。手ブレ補正はかなり強化されてて、ほんとジンバルにつけてるのと同じぐらい手ブレが補正されてるなっていうのが分かりました。まあ、ちょっと画角は狭くなっちゃうんだけど、色味に関してもだいぶちょっとね、これ白くてぼんやりした感じになっちゃうんですよね、このままだと。なんだけど、今回の GoPro Hero 6はだいぶ色が鮮やか、まあ何せんだろう、本物の色じゃないと思うんだけど、派手な色付け、ちょっと難しいんだけど表現が、派手な自然じゃないんだけど、まあ綺麗な動画だよねって思わせるような色付けにされているな、私が正直見たところの印象。ただ 4K60p の動画が撮れるから買うかって言われると、正直ね、今の私のパソコンのスペック、それからこうやって YouTube に動画を投稿しているって現状を考えると、 4K の 60p いらねえなっていうのが正直なところ。なのでそこに魅力は感じてないんだけど、やっぱ手ブレ補正、それから発色が良くなったっていうところはちょっと興味があるなと思います。私のね、 GoPro Hero 5の使い方ってこんな感じ使うんですよね。わざわざこうね、外部マイクをつけてさ、ケージに入れて撮ってるわけで、色が全然鮮やかじゃないんで、まあ私の裏技として、ここね、 PL フィルターって言って、コントラストを良くしたりとか、色鮮やかにするためのフィルターをわざわざくっつけて、この GoPro Hero 5の中に入れてね、撮ってるわけです。フィリピンの動画ね、全部これ撮ってきてるんで、よろしければ見ていただければなと思うんですけど、やっぱ夜がね、あんまり撮れないんですよね、これ GoPro は。なんだけど、今回の GoPro Hero 6はだいぶ夜も撮れるようになったということみたいなので、ちょっと興味があるかなという感じです。ただいかんせん、さっきのこのね、外マイクアダプターのバグが取れてるのか取れてないのかっていうのがすげえ気になる。なので買いたいのは山々なんだけど、この買ったけどさ、バグ直ってなかったらまたがっかりしちゃうから、ちょっと正直言うと触手が伸びてないというのが今の現状の私でございます。本当はね、私が人柱になってさ、買って撮ってね、撮れたよ、大丈夫だ、 GoPro Hero 6は直ってるぜ、みたいな動画をお届けできればいいんだけど、いかんせんまた値上がりしてるんですよ、 GoPro Hero 6。税込みで何、もう5万9000円、もう6万円に迫る勢いという感じです。この GoPro Hero 5がまあ5万3000円ぐらい定価が確か。で、これもだいぶ値段上がっちゃったなって感じだったんだけど、さらにそれを上回るが値段を上げてきたという感じなので、正直言うとね、私はもうちょっとそろそろ GoPro は限界かなっていう、
うん、あの GoPro 大好きでね、GoPro Hero 3から私使ってるんだけど、ちょっとね、6を買うか買わないか、正直めちゃくちゃ悩んでる。あの、これで騙された感が僕すごいあって、今まで治ってないっていうのがね、ほんと許せない。早くこれ直してくれと。これ早く直してくれないとね、もう6買う気もなれない。興味あるけどね。うん、という感じで、今日はね、ちょっと私は GoPro Hero 6、もより GoPro に怒っているということをちょっと皆さんにお伝えしたくて動画を撮っているという感じでございました。ただやっぱ GoPro 自体はいいものなんで、まあ GoPro Hero 6がいいか悪いかっていうのはこれからまあかなりね、皆さんレビューしていくと思うので、で今回私はね、発売日あえてゲットしなかったんで、このまま多分6は買わないかなと。いう感じではあるんですが、興味ある人はね、GoPro Hero 6のレビュー撮ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますんでね、ちょっとそちらの方見ていただいて、いろいろ研究していただければいいかなと思います。私的には、まあ、かなり機能が強化されて、興味はあるんだけど、もういかんせん、この問題、早く直してくれないと、買う気が起きない。私的にはもうちょっとかなり、私個人としてはもうかなりね、GoPro 離れが、GoPro 離れかな、私はっていう感じですね。はい。ちょっとね、他のものに興味がありますんで、ちょっとそれについてはね、また他の日に動画でお届けしていこうかなと。はい、ということで今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私のチャンネル見てみたいなと思ったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。